はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、ようやくっていうか、まあ、昨日、3時に、まあ、緑ニョロチャレンジがあったんですけど、現在、はい、こちらです。すべてクリアさせていただきました。いや、本当はね、なんだろう、ランダムマッチを30回プレイを2回ぐらい残して最後にお店っていう感じも良かったんですけど、まあ、青逃げするっていう欄がなかったので、まあ、いいかなと思って全部やっちゃいました。はい。で、とりあえず、まあ、一個一個言っていくと、まあ、15回中心でね、止めるゲームをする。まあ、こちらはそんな、難しくはないと思う。てか、まあ、単純に言うと、まあ、3分に1回、そして広告見る時間含めて、まあ、4分に1回ぐらいだから、1時間で可能ですね。そしてこのランダムマッチ30回も、そのね、放置しとけばいいと思うんですよ。もしもゲットできない人ですよ。僕は普通にちゃんとプレイしましたけど、なんだろう、本当に時間ない人とかは、その誰か YouTube 見たいっていう時に、まあちょっと開いて、まあちょっと一旦置いといて、あ、やられたなってやったら、こうポチって。まあこの時はできればボット部屋の方がいいけどね。ボット部屋とかでやっていただいて、まあそれもできると思うので、まあこちらも大丈夫だと。そして、20回、青銭ガチャ。これはまあ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 、青銭6000枚あればできることなので、まあ全く関係ないと。で、あと50回宝箱開けるは、まあまあ全然大丈夫。そしてウイルスですね。まあ、宝箱のロッカーも使うぞ、青逃げ。まあ、こちらもボットを使えばね、ボット部屋使えばいけると思うので、いいと思う。そして問題ここですよ。青鬼観戦で30人倒す。これね、ツイッターでちょっと、TL 見たんですけど、まあ、多分、その心当たりは、今このツイート言ったら心当たりあると思うんですけど、トロッコの広いところに当たっちゃって、残り2人だったかな ?28 人とかで、ダメだったっていうツイートを、見たので、またそのね、このあと30日だから、あと3日間ぐらいか。3日間ぐらいで、まあウイルスを探さないといけないっていう、かなり、ね、厄介なことになってしまうので、まあここの1回だけウイルス、いわゆるウイルス感染ですよね。ここで感染して、一発で決めないとっていうのが、まあなかなか難しいんですけど、まあ一応なんとか僕は、昨日の動画かな。で、ウイルス感染したので、まあ、その時にゲットできたので、無事に、まあ、こちら、緑ニョロを入手することができました。はい。ということで、ちょっと、緑ニョロをスキン見したいので、ちょっと待ってくださいね。実は、炎ガチャ、やった動画が、まあ、多分、夕方か、それか次の日に出ると思うんですけど、青銭使ってね、やったので、ちょっと、結果を見したくないので、カットします。はい、こちらですね。緑ニョロ。はい。本当はちょっと画像見したかったんですけど、まあ、ちょっと、スキン、何を入手したかとか、ちょっとまだ謎にしておきたいのでね、炎スキン。はい。やっていきたいと思います。それではランダムマッチ行きましょう。名前トラでいいかな。いやー、なんか、どれぐらいの大きさなのか。これ見てみる限り、どうだろう。そんな、大きくはなさそうだよね。大きくはなさそうだけど、非常にかわうぃかわうぃぃ。はい、多分、今の時間帯だとね、まだ、チャレンジ成功してる人も少ないんじゃないのかなと思います。はい。30回まずマッチングすること自体が時間かかるし、ね、なんだろう、まあ、ウイルス感染とかね、あと、ロッカーと宝箱開けずにっていう3回青逃げっていうのもなかなかね、まあ、難しいとは思いますので、だからまあ、まだ持ってる人少ないスキンなのかな。多分、今日は多分朝だと思うんですけど、まあ、投稿してるのは夜なんですけど、投稿っていうかやってるのは夜なんですけど、多分、あとちょっとしたら、まあ、今日ぐらいにはがっつり出てくるんじゃないの。あ、いいね、この横、あ、これかわいいじゃん。あ、いいですね。そしてガスマスティ。いや、どうも、トラだ。いいですね、これ、後ろかわいい。これかわいい。何これ。ゴルフやったことないけど、ゴルフのあのピンみたい。すごい、何これ。ピンって。あ、でも横好きだな。若干竜みたいな感じのスキンなんだね。あ、これかわいいの。ガスマスティン。かわいい。これいい。あ、好きかも。特にこれ好きかも。ピン。あ、正面見た限りなんか、もっとなんかさ、日本足かなんかで歩くかなんかなと思ったけど、こういう感じなんだね。横のニュルニュルがあるんだね。あ、これかわいいじゃん。え、このスキン結構いいと思う。うん、好きよ。で、多分、まあ、色違いがまた出てくるんでしょう。さあ、何色なのか次は。まあ、緑、赤。え、でも、そっか。今までは黒、赤、青だったから、今までない色。緑、黄色、ピンク。今回は若干、お、ガスマスティン。
今回はなんか、なんだろう、ちょっと、なんだろうな、女性の子に向けた色な、が多そうな気がする。なんかちょっと若干鮮やかな色。緑、黄色、うん。かな、緑、黄色、ピンクとか、うん、あたりを予想します。はい。まあ、白もありえなくないけど、やっぱり緑、うん、黄色はありそうな気がする。ヤマタノオロチって言うと、まあ緑のイメージあるけど、他何色だろう、ヤマタノオロチ。ヤマタノオロチ。黒はて、黒もあると思うんだけど、なんか前、スキンが黒あったんでね。ワンコのやつでね。だからどうなんだろうな。黒ベロス、青ベロス、赤だったから、この色、それはないと思うんだよ。例えば、この、ニョロが黒色とか赤とか青だったら、あ、じゃあ、多分前回と一緒の色なんだなって思うんですけど、緑だからね。これちょっと待って、自力で歩いていきたい。これは、最終地点下か。これ多分トロッコを下手に使うとやられるんで、多分最終地点ここら辺だね。ここら辺なんで、ちょっとうろちょろしたいと思います。で、最後ら辺の時に、お、トラさん大好きありがとうございます。トラさん大好きありがとうございます。ありがとうございます。お、みんなガスマス電気やってくれるじゃん。ありがとう、嬉しい。やったぜ。よし。トラだけど大丈夫かな？みんな気づいてるかな？気づいてないよ。さあ。さてさて。さては三金玉、玉す、ちょ、全部トロニクス、びっくりしたわ、今。めっちゃ下手くそすぎでしょ。さては南京玉すだれ。よし。さあ、知ってる人は知っている。最終地点、とりあえずガスマスクみんなから奪っちゃう。で、トロッコ、最後にトロッコ乗ろうか。これ走って。多分、ここの中央になるんで、まだガスマスク切らしたくないので、最後の最後にトロッコ乗って、あべ、うわー、びっくりした3人いきなり来るのやめてもらっていいですか。だ普通にやられるのやめようよ。トライアングさん、下手すぎますよ。はい、じゃあもう一戦やっていきたいと思います。いやー、ちょっと、悲しい結末になってしまいましたが。ここで青逃げして、名誉挽回と行きましょう。お、トライアングルがいますね。ありがとうございます。ぜひね、何度も言いますが、トライアングルっていう、名前にして、まあ、青逃げしなくてもいいんですよ。普通に一戦してもらえれば、ワードで、まあ、先ほど僕が見したね、このガスマスティングっていう、このガスマスティング。しかも、ワードの、あれですよ。なんだろう、縁がついてますよ。こうやって、縁がついてるガスマスティングがゲットできますので、よければ皆さん、やってみてください。これ、運営さんにお願いして、もう一個ぐらいワード作っていただけませんかって言ったら怒られるかな。甘えるな調子のんじゃねえ一回作ったらお前勝手に作ってもらえると思うねん。ガスマスティン、スキンは諦めますので。いやでも本当にね、この、まあ、前多分動画にしたと思うんですけど、まあ本当に運営さんはね、本当にサプライズですね。もうイベント中に、ワードをトライアングルにしていただけると、こちらのワードが使えますのでっていう、その、ね、教えてくださったというか、わざわざ作ってくださって本当にありがとうございます。はい。まあ、本当にね、いろいろ、なんだろう、ね、特にガチャ。ガチャ中にいろいろ文句言ってる身なのに、こんなに優しくしていただいてね、もう本当に、もうありがとうとしか言えないので、はい。今度あれ、ジョジョ園、おごりたい気持ちだけは持っておきます。はい。おごるとは言ってない。ちょっとよ。これ逃げようか。これさすがにちょっとふわっていが怖すぎるんで、向こう行きます。このね、このふわっているじゃないですか。ふわっていね、普通に歩くスピード、速いんですよ。こっちより。で、しかもダッシュ能力がついてる。はい多分これふわっていしすべてそうなったんだろうな。足の速さがすごい、ふわっていが、普通の青により、てか僕たちより速いっていう恐ろしいほどの強さなので。これ、上からふわってきそうだな。取れるできればローラースキャットが良かったでしょ大丈夫だ、大丈夫だ。俺は絶対青に来ない。待て、大丈夫だ。落ち着け。今、トランスはどんな声出したのちょっと声が、あれですね。ちょっとふにゃふにゃ声になってしまった。さあ、いつまで僕とウフウアハハを続けるつもりかね。よし。嫌な。よし。さて、ガスマスク。いやー、これなんか、上から、ふわってきたら終わるな。いや、もうどんだけ僕のこと好きやねん。ちょっと待って、上行きたいんです。すごっ！行きたい！ああ！帰りたい！帰らして！
どうする、上から、いやーでも今これ上から行かないと無理だ。あーどうしよう、これ無理です、助けて、お助け、お助けマウス、もうなんで僕ばっかり狙うの、なんで、なんでここにいたじゃん、ここにもいるじゃん、なんで僕ばっかり狙うの。はい、ということで、今回ですね、まあ、残念ながらちょっとやられちゃったんですけど、まあぜひ皆さんね、こちら、緑ニョロ、チャレンジで、先ほどのね、チャレンジでゲットできますので、いやーちょっとね、もう皆さん本当に、青二観戦で30人、こいつだけ気をつけていただいて、ミスったら大変なことになりますので、もうそこだけ気をつけて頑張ってみてください。はい。まあ30回は意外と、ちょっとやってみた感じなんですけど、あの、ツーブロさんのね、生放送見ながら僕やってたんですよ。全然できたので、その時間2時間ぐらいあればできるのかな？できますので、まあ、よければ3日間かけてね、ゆっくりやってみてはいかがでしょうか。あとは感染し、できなかった人は頑張ってもう一回ウイルスをね、ずっとやってウイルス感染をするまで頑張っていただければと思います。ということで、今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。